原点の大森です。よろしくお願いします。ですけれども、私からメタゲノムアノテーションということで、まあ、先ほどの谷川さんの話でもありましたけど、微生物のゲノムアノテーションの延長線上でメタゲノムアノテーションというのもあります。で、メタゲノムについてはもうすでにどうなのかご存知かと思うんですけれども、環境中から丸ごと DNA が出てきて、それを刺激して、そこからいろんな微生物のゲノムを再構築したり、遺伝子の組成や系統組成を解析するというような解析方法になります。で、まあ、もうちょっと詳しく、ワークフローを説明すると、普通、16ケースリボソームRNA遺伝子のアフィコンチーゲンシンとかでは、DNA 抽出した後に PCR でアンティペーションするんですが、ショートがメタゲノム解析と言われているように、一般的なメタゲノム解析の場合は、PCR で特にアンティペーションをせずに、シーケンシングライブラリ構築した後に、まあ、ショートリードだったり、ロングリードでシーケンシングして、そこから配列をアセンブルして、割と長めの配列を作った後に遺伝子を、はい、そこ、タンパク質コーディング遺伝子、バクテリアの場合はエクソイントロン構造がないって非常に予測はしやすくて、だいたい95%ぐらいの精度で予測できるんですけれども、予測したタンパク質コーディング遺伝子について、アミノ酸配列を使って、機能推定を配列組成検索によってしていくということが基本になっています。その結果として、まあ、その分子中にどういう系統がどれぐらいいるのかっていうような情報であったり、あとは、もう見えないですけど、どういう、各微生物は何をしているかっていうのを明らかにするというのが、メタゲノム解析の大体の流れになっています。で、なので、データベースを使うのは実際このあたりですね、遺伝子の組成の計算をするときとか、系統組成の計算をするときに、配列組成検索を使う対象としてデータベースを使っていきます。ただ、最近はちょっとメタゲノム解析についても、やり方がだいぶ変わってきていて、昔は先ほど説明したようなやり方、つまりアセンブルして、アセンブルした各コンピック配列から遺伝子を予測して、メタゲノム全体の遺伝子の組成というのを計算していくというやり方になっていたんです、なっていたんですけれども、最近はマグというものを使うか、メタゲノムアセンブルドゲノムというものを作ることが、環境、特に環境メタゲノムの場合、一般的になってきています。で、これは、やり方としては、アセンブルするところまでは一緒なんですけれども、そこから先がちょっと違っていて、アセンブルした後に、微生物のゲノム自体は似ている系統は大体の DC 顔料だったり、テトラノクロスデンスピンだったり、あと、まあそうです。そういうものが、ゲノムの特徴が全体的に似ているので、それらの配列の特徴をもとにして、各配列を、配列組成検索ではなくて、配列の特徴でクラスタリングをしていって、個々の微生物のゲノムを一つにまとめるっていう作業をします。それをビニングと呼んでますけれども、その結果できている、割と配列の特徴的に似通っているような配列セットをマグとリスポルスと呼んでいます。で、それらを作るツールもたくさん出てきていて、割とお手軽にコマンドラインでちょっと計算をすれば、計算、マグを作れるような時代になってきていて、なんで、個々の微生物のゲノム、一般的にもただまあ数百コンティグからなっているようなマグ配列ですけど、そういうのを使って解析、メタゲノム解析をマグベース、この微生物のゲノムベースで解析していくっていう流れが割と主流になってきています。遺伝子コンテンツを見る場合、解析から個々の微生物のゲノム解析するようなやり方があるんですね。で、こっちのマグ解析の場合というのは、実はもう、先ほど、谷川さんの方で紹介されたような BE-FAST のツールを使うでやればいいので、個々の微生物のゲノム解析ってあまり変わらないやり方になっています。まあ、そういう流れになってきてますね、というところで、まあ、そういう、まあ、大規模なマグ解析も大量にやられていて、まあ、数千マグが作られて、論文で報告されているという状態になっています。で、まあ、そういう現状なので、メタゲノム由来の、メタゲノムからしかゲノム、系統が分かってないような、ゲノムとしてはもう手に入ってるけれども、管理菌としては、まあ、記載されてない。左側が管理菌の記載、今まで記載されている系統の数ですけれども、で、右側がメタゲノムから構築されたゲノムから、まあ、これぐらい統計は別種だろうと、別属だろうというのを定義されているようなものですけど、だいたい4倍から5倍ぐらいになっているわけですね。で、ゲノムの多様性、比較ゲノム解析とかをする場合は、このマグの方を使わざるを得ないので、こちら側を整備したデータベースの今もやる方で作っていますけれども、まあ、こういうマグっていうのは非常に強力になってきていますということです。ただ問題としては、メタゲノムデータから系統を推定したり、あと遺伝子機能組成を推定したりするような場合っていうのは、正解データが基本的にはない状態。その分子中にどういう生物がいるかっていうのは、培養するのが難しかったりして、どういう系統がいるのかな、どういう遺伝子機能がいるのかっていうのは正解がない状態なので、いろんなツールを作る必要があるとかも、その評価するやり方がなかなか難しいです。まあ、一般的には普通に DNA 抽出、分子から DNA 抽出した場合というのは、大量に数十か数百ぐらいの系統がそこに入っていて、それらの
配列読んだら、とりあえず系統組成は、配列組成はわかるんですけど、ただそれは、不審の系統組成かと思ったは、DNA 抽出後の配列データから、ある都合を使って、系統組成とか遺伝子の組成を推定した場合、それが本当に正しいかどうかっていうのは、何らかの手法で評価しなきゃいけないんで、それを、リアルなエンバイラントサンプルでやるのは難しい。正解がわからない。で、じゃあどうやってやるかというと、大体二通りなり方があって、一つは、実験的に微生物、培養できている微生物を10種とか20種くらい集めていて、で、それらを通りを混ぜたり、割合を変えて混ぜてあげて、実験室内で混ぜたり、混ぜてあげて、人工的なメタゲノムサンプルを作ってあげて、まあ、それ一般的にモークコミュニティと呼んでますけども、まあ、疑似的なコミュニティを作ってあげて、そこから DNA 抽出をしてシーケンシング。まあ、DNA の状態で混ぜてあげて、それをシーケンシングしてあげて、まあ、そうすると、割と、どの系統がいるかってとりあえずわかるので、あとは、一応、混合比も実験がちゃんとしていれば、かなりの場合、割と正確な混合比がわかるので、その混合比になっていくかどうかっていうのを、系統組成を系統が計算するのは割と簡単にできます。で、もう一個は、配列データから、ゲノムが分かっているものから配列を重心に切ってあげて、まあ、コンピュータ上でメタゲノムデータを作ってあげて、それで解析をするっていうやり方もあります、ね。まあ、一式ここになるんですけど、でこういうのを使ってあげると、割と系統組成、遺伝子の組成の通の作るとき、メタゲームの機能アノテーションが系統アノテーションをするときに、リファレンスとなるようなデータセットを作ることができます。で、例えば、実験的に作って、もう、混合割合が分かっているような系統、まあ、混合割合が分かっているようなメタゲームのコミュニティスタンプルというのは、もう、製品としていろんなところが売られてますし、我々の方でも、日本人の腸内細菌層を解析するための、モークコミュニティっていうのは、18品種がなっているようなコミュニティを作ってあげて、それをもとに、情報解析等をして、実際どういうメタゲノム解析症や系統組成の解析症などが使えるのかっていうのを解析もしてたりもします。ちょっとこの辺の時間がないとはしますけども、まあ、もともとメタゲノムの配列解析の場合も、リードその読んだ配列、神経酸のデータそのものから解析をするような場合だったり、そこが遺伝子予測をして解析するような場合、アセンブルした後のコンティングデータについて解析する場合とか、マグに対して解析する場合、いろんなやり方があるんですけど、で実際にこれらを比較も我々の方にしてみましたけれども、まあ、いろいろとツールいっぱいあるんですけども、今出てるツールで普通に論文でよく使われているやり方で系統組成とかを解析すると、まあ、基本的にはリファレンスデータセットが、リファレンスデータベースを統一してあげれば、どの手法を使ってもそんなに系統組成は変わってこないなっていうのが今のところの印象です。さすがに今まで割とメタゲノム解析十数年とか、いろんな研究者がやっていて、そこで生き残ってきているような解析手法っていうのは、結構、まともな系統組成を出してくれるツールが多くなってきています。そういう意味では、メタゲノムデータの解析技術っていうのも、割とバイオインマティクスの技術も上がってきているなという印象があります。まあ、それらっていうのは、例えば、バイオインフォマティクスのコミュニティの方でも、自分たちで配列データを人工的に作ってあげて、メタゲノムの配列データを人工的に作ってあげて、それを元にして解析するようなコンテスト、CAMR、キャミンチャレンジと言われてますけども、というのも、数年に一回やられていて、いろんなバイオインフォマティクスのツールを使って、まあ、それがどの程度、理想的なコミュニティのデータから、正しいもの、系統組成だったり、まあ、遺伝子組成はちょっと難しいです。系統組成が導き出せるかっていうのを解析していたりしています。こういうのは数年に1回コンテストとして開かれている状況だっていうので、こういうコンテストの成果もあったりしても、どういうツールが使いやすい、系統組成として正しいものを出してくれるか、これがアセンブルで正しいアセンブルを出してくれるのかっていうのが評価しているというのが一応ですね。これも一種のアノテーションといえば、特に系統アノテーションに関しては、こういう系統組成のツールを推定数を使ってないするので、これも一種のアノテーションといえばアノテーションです。で難しいのが、問題が原子機能組成の推定の、をどうやって評価するかというところで、系統組成についてはこういう特定の系統以外の配列を混ぜて、それをもとに推定するというやり方で評価もできるんですが、原子機能組成に関しては、元が微生物のゲノム、例えば大腸菌のゲノムってまだ機能がよくわかってないような遺伝子も大量にあるので、それが環境微生物の場合だともっと、まあ半分以上の遺伝子や機能がわからないってことで、当たり前のようになりますので、じゃあ、メタゲノムから遺伝子機能を推定するような場合っていうのに、それをどうやって評価するのかっていうのは非常に問題になっています。例えば例としては、
なので、やり方としては、現状、配列相互性検索で非常に時間がかかるので、例えばブラストだったり、SR ですね、スミソータマンと他のアルゴリズムそのものを使ったツールとか SR、そういうツールがありますけど、それの結果と、自分が開発した配列相互性検索ツールだったり、機能アノテーションツールとの結果、推定結果を見比べて、どれくらい合ってるかっていうので、評価するっていう方がよくやられています。ので、まあ、SR とかブラストとか、インタグロスキャンみたいな、非常に早い計算時間がかかるようなものツールに対して、開発した新しい機能、機能アノテーションにするっていうの結果と比較して、それで、ブラストだったり SRH やインタークロスキャンの結果を正しいと仮定して評価をするっていうのが一般的なので、まあ、割とそういう意味では、それは正しいアノテーションなのかどうかっていうのは結構悩ましいところがあって、まあ、ただ配列、なので、この確認できたのは、メタゲームイメージ機能をアノテーションにするっていうのはまだまだかなり難しくて、現状は配列相互性検索に通っていて、なので、配列相互性検索でまともに相互性が見つからなかったような遺伝子については、機能アノテーションがほぼ引き上げ状態です。で、まあ一応アルファコード2なので、構造を予測するようなやり方もやられてはいるんですけど、まだまだちょっとそこは、そこまで成功しているというわけではないので、まあ、今後メタゲノムの機能アノテーションをする上でのツール開発というのが急になっていると、機能的にこれはこういう機能であるのはちゃんと分かっているような遺伝子のセットというのをちゃんと作ってあげて、それをもとにツールを評価するということが必要でしょうというのが現状になっています。ちょっと短いですけども、写真候補の発表は以上となります。ありがとうございます。